アンドリューア・アトキンソン・ハンフリーズはアメリカ陸軍の職業軍人土木技師であり南北戦争の時は北軍の将軍だった。ポトマック軍では師団長、参謀長及び軍団長など上級職を務めアメリカ陸軍の技師長となった。ハンフリーズはペンシルベニア州フィラデルフィアで造船工学に著名な家系に生まれた。その祖父、ジョシュアは オールドアイアンサイズという愛称で呼ばれたフリゲート艦アセス・コンスティチューションを設計した。ハンフリーズはナザレスホールを卒業し、その後1831年に陸軍主管学校を卒業し、それからの30年間の大半を陸軍の土木技師として使えた。セミノール戦争では砲兵として参戦した。その任務の大半にはミシシッピ川デルタの地形学的、 および水文学的調査が含まれた。アンティタムの戦い後に、エイブラハムリンカーン大統領を戦場に迎えた写真。ハンフリーズは、右から二人目南北戦争が始まった後、ハンフリーズは1861年8月6日付で、少佐に昇進し、ポトマック軍、ジョージ・マクレラン少将の地形技師長になった。当初1862年3月まで、 ワシントン DC の防衛計画に携わり、半島方面作戦ではマクレランに随行した。その後4月28日付で順調に昇進し、9月12日にはポトマック軍第5軍団の新しい第三師団式を任された。アンティタムの戦いではこの師団は予備隊に留め置かれた。フレデリックスバーグの戦いではメアリーズコーチからの激しい南軍の砲撃の中を その師団が最も前にまで前進することができた。その軍団長であるダニエル・バターフィールド准将は、私の軍団の師団長たち、ジョージ・サイクス、ハンフリーズ及びチャールズ・グリフィン各将軍によって、示された兵士の質、勇敢さ及び活力について、私の称賛の気持ちを、どのように表現してよいかわからないくらいだ。と記した。ハンフリーズは戦闘経験がほとんどない士官だったが、 その自らの勇敢さで部下達に印象を与えた。歴史家のラリータックは次のように書いた。兵士たちの心に与えるものや他のどこでも起乗することへの揺るぎない反感という効果に結びつけられたある適切な判断で私は常に部隊の先頭に切り出す。将軍の参謀であるカバダ中尉はハンフリーズがフレデリックスバーグの石壁に向けて部隊を率いる直前に その洗練された態度で、三謀たちに、そして注目される最も穏やかなやり方で、若い紳士たちよ、私は、この襲撃を率いるつもりだ。もちろん私は、あなたたちが私と共に、馬で進むことを願うと思っている。と挨拶したことを思い出した。このように言われたからには三謀たちも、そのようにした。七人の士官のうち五人が、その切っていた馬から振り落とされた。 メアリーズコーチの石壁の前でその舞台ができる限りの抵抗をした後で、次の旅団が丘を登ってくるとハンフリーズだけが馬に切って戦場を見渡しており、弾丸が彼の周りを飛び交っているのを見た。その将軍が行っている何かが兵士たちを喜ばせ、兵士たちは喝采を送った。ハンフリーズは見渡して驚き、凄みのある笑いを浮かべて帽子を振り、 白命の中を馬で進んだ。このようなやり方でハンフリーズはその手段から嫌われていたものをその英雄的指導力で称賛の思いに変えた。ラリータック、ゲティスバーグの将軍たちハンフリーズは、従下の下の勇敢さで部下に尊敬されたが、部下に好かれているというわけではなかった。ハンフリーズは50代半ばであり、部下はその比較的若々しい外観にもかかわらず、老人とみなした。 そのあだ名はメガネをつけていたので、念取ったギョロ目だった。厳しい教師であり、厳格にしつけを守らせる人だった。陸軍長官補チャールズ・ウェイだ名は、ハンフリーズのことを、傑出した、素晴らしい父景と呼んだ。中央のジョージ・ミード少将の右が、ハンフリーズ、バージニア州カルペパーで、1863年、ポトマック軍指揮官たち、右から二人目が、ハンフリーズ、 1863年9月、チャンセラーズビルの戦いでは、ハンフリーズ師団の兵士たちの大半が、その徴兵期限が迫っていたことが、大きな理由で、ほとんど活躍することがなかった。1863年5月23日、ハンフリーズは、ダニエル・シックルズ少将指揮下の第三軍団、第二師団に転属となった。ゲティスバーグの戦い直前に、ジョージ・ミード少将が、 フォトマック軍指揮官となった時、ミードは前任者のジョセフ・フッカーに政治的に密接だったと考えられるダニエル・バターフィールド少将に代わってハンフリーズが参謀長になるよう要請した。ハンフリーズはその新しい師団指揮を取るためにこの機会を断った。その師団は1863年7月2日にゲティスバーグですぐに戦闘に関わった。この時シックルズは 命令に逆らってそのセメタリーリッチに割り当てられた防御的陣地から軍団を動かした。ハンフリーズの新しい陣地はエミッツバーグ道路の上で南軍の攻撃路に直接突出した形となり、一個手段で守るには前線が長すぎた。南軍、ラファイエット・マクローズ少将手段の攻撃を受け、ハンフリーズの二個旅団が壊滅した。シックルズは、 ハンフリーズの予備旅団を退かせて、最初に攻撃された隣接する師団を補強させた。ハンフリーズは期待された通りの最善を尽くし、最終的にセメタリーリッチで残っていた部隊を立て直すことができたが、その師団と軍団全体は使える部隊ではなくなった。ハンフリーズは1863年7月8日に士願兵の少将に昇進し、最終的にミードから要請のあった。 参謀朝食を引き受けた。実際に指揮する手段がほとんど残っていなかった。ハンフリーズはその参謀朝食を、その年けのブリス島方面作戦とマインラン方面作戦、さらに1864年のオーバーランド方面作戦とピーターズバーグ包囲戦で、務めた。百六十四年十一月、第二軍団長となり、包囲戦の残り期間やアポマトックス方面作戦で、 南軍のロバート・イーリー将軍が降伏するまで、その師団を率いた。1865年3月13日、ゲティスバーグの戦いにおける勇敢で賞賛に値する功績に対して、正規軍の名誉順賞に昇進し、さらに、リー軍撤退中のセーラーズクリークの戦いでの功績で少々に名誉昇進した。戦後、ハンフリーズは、ペンシルベニア地区軍指揮官となった。 1866年に高級的順庄と技師長になり、その職を退役する1879年6月30日まで、続け、この期間、東大やその他工事計画に携わった。ハンフリーズは退役した後哲学を勉強した。全米科学アカデミー設立者の一人にもなった。1867年に出版した。 ミシシッピ側の地形と水力の報告書で注目され、科学界で重きを置かれるものになった。戦争に関する個人的証言も書いており、1833年出版のゲティスバーグからラピダンまでとバージニア方面作戦、1864年と65年がある。ハンフリーズはワシントン DC で死にアメリカ合衆国議会墓地に埋葬されている。 ありがとうございます。